お盆休みは車で出かける方も多いと思いますが、気になるのが渋滞です。このお盆の渋滞予測は、そして回避するポイントや渋滞情報の活用方法などを専門家に聞きました。交通量が増えるお盆の時期に安全運転を心がけてもらおうと、県警は新東名高速清水パーキングエリアでドライバーへの呼びかけを行いました。会場ではシートベルトを着用し、時速5キロの衝突を疑似体験する車両も登場。訪れた人たちは交通事故の恐ろしさを肌で体感していました。運転手の皆さんにはですね、安全な速度と十分な車間距離、当然前を見ていただくことはもちろんですけど、タイヤの空気圧だとか車の点検もまたお願いしたいと思います。そしてこういった SA などで適宜に休憩を取っていただいて、安全運転を心がけていただけたらと思います。交通量が多くなるお盆の時期、ドライバーたちが気になるのが高速道路などでの渋滞です。ネクスコ中日本によりますと、お盆の期間中、静岡県内の東名、新東名では大きな渋滞は予測されていません。帰省ラッシュのピークは明日11日で、東名高速下り線では明日の午前に神奈川県の秦野中井インターチェンジを先頭に最大で45キロの渋滞が予測されています。一方、Uターンラッシュのピークは13日日曜日と予測されていて、東名高速上り線では13日の夜にかけ、神奈川県の綾瀬スマートインターチェンジ付近を先頭に最大45キロの渋滞が予測されています。こうした渋滞を回避する方法はあるのか、高速道路の渋滞予測などを発信しているネクスコ中日本のドライブアドバイザー大竹智樹さんは、8月10日の21時から10キロを超えるような渋滞が発生するというふうに予測しておりまして、11日の6時に最大の4キロ、8月11日の16時以降をいただける渋滞の回避に役立つのかなというふうに考えています。13日の16時から40キロを超えるような大きな渋滞が発生してくるというふうに考えていまして、18時から20時あたりにピークの45キロを、深夜0時から8時午前中に抜けていただくと渋滞を回避できるのと考えています。お盆期間のような交通集中による渋滞の場合、渋滞区間を通過するために必要な時間の目安があるといいます。ピーク時の渋滞長が25キロの場合、増加時間は45分、約45分程度と、30キロの場合は約55分程度、45キロぐらいの渋滞が発生しているときというのは約1時間20分程度かかると予測しています。特に注意が必要なのが、道路情報板に渋滞の距離とともに赤い三角マークが表示されている場合、この時は迂回や早めの休憩が必要だといいます。まだ渋滞が発生していない箇所での交通量がかなり増えている状態というふうに判定しますと、赤い三角形が点灯するようにして、高速道路の情報板に表示される赤い三角形をが出ていると、表示されている渋滞がさらに伸びる傾向がありますという意味になっています。早めの休憩やルート選択を立てていただけると欲しいのかなと。ネクスコ中日本は台風7号による高波や大雨の影響により、高速道路でも交通規制を行う可能性があるため、交通情報を細かく確認してほしいと話しています。